溝国民戦線は、ミゾラム州の地域政党。MNF は1959年に、アッサム州の溝属地域における基金への、インド中央政府の無策に対する抗議のために、プロールデンガによって設立された、溝国民気が戦線から発展した。溝国民気が戦線は、1966年に大規模な暴動を繰り広げ、続く数年間にわたり地下活動を行った。 1986年、ミゾ協定がインド政府と締結され、分離主義と暴力を放棄した。MNF は選挙に勝利し、ミゾラム州で2回政府を組織した。その後はゾラムタンガの下で。2008年の選挙では強い逆風を受け、3議席しか獲得できなかった。2007年までは東北地域の諸政党によって構成されるノース。 イーストリージョナルポリティカルフロントに所属していた。この団体は国民民主同盟を支援している。溝族の居住地域1959年、溝丘陵地帯は溝の歴史においてマオタムとして知られる大飢饉に襲われていた。この飢饉の原因は竹の花の開花に返せられる。これによって莫大な数のネズミの大発生が起きた。竹の種を食べた後、 ネズミたちは作物を目指して小屋や家屋に溢れ帰り、村々に居座った。このネズミの大群による被害は凄まじく、極めてわずかの収穫しか得られなかった。生き残るため、多くの溝族はジャングルから木の根や葉を集めたが、相当数の菓子者を出した。1955年には、溝文化協会が結成されており、ロールデンガはその正気であった。1960年3月、 溝文化協会は名称を魔をタム戦線と改めた。1959年から1960年の飢饉の間、この協会は早急な救援を要求し、あらゆるセクションの人々の関心を引くことに成功した。1960年9月、この協会は溝国民飢餓戦線という名前を採用した。数多くの溝青年が米や生活必需品を、 内陸の村々に運ぶのを支援したことで、MNFF は聖望を上げた。もともと、ミゾラムでの厳しいマオタムの基金の間、人々をその苦痛から救う支援をするために組織された、ミゾ国民飢餓戦線は、1961年10月22日に、ミゾ国民戦線へと改組された。最初に選出された OB 指導者は、代表に、ロールデンが、副代表に、 J.F. マンリアナ、将軍に、シシー、R. バンローマ、そして会計係に、ラチヒンガという人用であった。そして当時のインド政権の基金への対処は、人々を幻滅させていた。分離主義と武装した暴動の波が、溝族の中で高まっていた。1966年、MNF は、インド政府に対する大規模な暴動を煽動したが、 ミゾ地区の行政権を確保することには失敗した。分離主義運動は、その後、約20年ほど続いた。ミゾラム州の1 9 8 6年6月30日、この反乱は、ミゾ国民先生の地下政府と、インド政府の間でのミゾラム平和協定の調印と、共に、最終章を迎えた。この平和協定の条項により、 ミゾラムは1987年2月に独立した州の地位を与えられた。ロールデンガは州首相となったが、病気のためすぐに権力を失った。MNF のオフィス1990年、ロールデンガの死により、ゲリラの元リーダーであるゾラムタンガが党首となった。1998年と2003年に MNF は州議会選挙で勝利し、 ゾラムタンガは10年間州首相を務めた。2003年の選挙で MNF は衆議会の40議席のうち21議席を獲得し、13万2505票を得た。MNF はノース・イーストリージョナルポリティカルフロントの一部であったが、その後2007年に脱会している。2017年の役員は以下の通りである。 MNF は2008年の衆議会選挙では大きな敗北を喫し40議席のうち3議席しか獲得できなかった。そしてインド国民会議が権力を掌握した。また2013年の衆議会選挙でも40議席中5議席の獲得に止まった。彼らは州内の30.65%の得票しか獲得できなかった。この政党は 偶像崇拝に非常に強く反対している。2004年インド総選挙で MNF はミゾラムの唯一つの議席を獲得した。MNF の候補者バンロールズーマは182,864票を得票した。MNF はインド人民党と統一進歩同盟から距離を置くため2008年7月22日の新任投票を棄権した。 2014年インド総選挙では、ミゾラム州の唯一5つの議席を得るため、インド人民党を含む7つの政党と共に、統一民主戦線と呼ばれる同盟を組織した。ありがとうございます。